さあ、ということでどうもこんにちは、くにです。今回はドッカンバトルのね、新ガシャ引いていこうと思います。伝説降臨、ガシャがね、来てるということで。で、やっぱね、特に欲しいのはこっちの未来ご飯だね。演出めちゃめちゃかっこよかったんで、まあでもね、今回どっちも回そうと思います。合計200連、引いていこうと思います。石が986個のね。先にこっち回していこうか。はい、ということで、ガンガン回していきます。10連目からね。はい。一応前半のね、ベジブルとザマスのガシャに関してはね、目玉引けなかったんで、こっちでは引きたい。いや、マジで未来ご飯かっこよすぎん？やばすぎたよね、あの演出。お、割れた。さあ、俺は怒ったぞ、フリーザー。ドッカンいいですね。めっちゃ盛り上がってますね。お、この間のね、悟空くん似てますけど、はい、レジェンズの方の悟空にね、似てますが、はい、20連いきまーす。はい。こっちのガシャが80連で、向こうが120連。未来ご飯の方は120連回していこうと思います。てか、あれないね、朝9時とかに来るんだね。お、ブルーまで行った。なかなか珍しかった気がする、ブルー。なかなか行かなかった気がする、前半の時。さあさあさあ、お、まあこの子あれか、持ってるな。まあまあいいや。まあ古くはないよね、このキャラ。うん、さあ行きましょう。30連目。お、なんかいっぱい来た。虹放てからの、あー、2で止まった。虹ってどういう効果なんだっけ？ごめんなさい、ドッカンはランク上げとガチャしかしてないんで。あ、こいつ強いやつじゃん。このピッコロ持ってますよ。突上がんの嬉しいね。これは、確かめちゃくちゃ強いね。通常スパーキングだ、通常ガシャさんだったはず。うん。さあ、40連目いきます。さあ、ブークリリン。さあ、もう一回虹放て。はい、すいません。録画が一瞬バグったんで、あれなんですが。セルジュニア。はい、50連目いきます。お、ウイスいる。さあ、これをは。お、みんなの力を俺に貸してくれ。行こう、未来へ。さあ、この演出の効果知らないんですが、新しい演出ですよね、今回のキャンペーンの。お、え、来たんだけど、トランクス。え、これそうだよね。あれ、ちょっと待ってくれ。え、これってそうだよね。これ、新しいホプソだよね。うん、そのはず。おー、よかった。なんか、ぬるっと出てきたわ。ぬるっと出てきました。よし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 。いやー、よかった。とりあえず引けましたね。よーし。てか、ピックアップ見てなかったな、ラインナップ。まあ、いいか。で、性能全く見てないんですけど、なんかご飯の方は、なんかチラッと聞いた話ではなんか、めっちゃね、フィールド変えて強いみたいな聞いたんですけど、こっちのトランクスくんの性能どうなんでしょう。ちょ、レジェンズで例えてほしい。俺、ドッカン全然わかんないから、レジェンズで言うとこいつぐらい強いよっていうのをね、コメントで教えてくれるとすんごいありがたいです。今回の新キャラたちの評価を。お、またウイス来た。ウイスっていいんだっけ？時戻し演出が強いのは知ってるんですけど、このなんか仲間たちと一緒にウイスが来るときはどういう効果なんですか？あんま強くなさそうだな。はい。さあ、80連目。お、店長熱くない？うわ、来た。力を貸してくれ。さあ、ポタラ、うわ、来た、はっけー。さあ、ベジットブルーで、これは何なんだ、なんだっけ、ベジブルは。ピックアップ確定、お、なのか。あ、違うんだ、こいつじゃなさそう。あ、これ LR だ。んー、まあまあまあいいでしょう。これ持ってるもんな。まあ、こいつはちょっと古いよな。
ちょっと古くなってきた感ある。さあ、80連引いたんですが、まあ、無事ね、トランクスで来たと。よかったね、普通に。で、こっち引こうと思います。こっちが、あ、クーラーいんのか。メタルクーラーか。メタルクーラーいんのか。なるほど。さあ、こっちのご飯が、ちょっと欲しすぎるんで。はい、頑張って当てたいです。5点単体。いや、ちょ、これは、これはからの？さあ、どうだ？しかも今回さ、別に、祝日とかじゃなく、普通の朝の9時とかにね、ガシャ来ることあるんだね、このゲーム。あれ、何このゴルフリー。俺初めて見たんだけど。はい、10連目いきます。あ、10連目じゃない、100連目いきます。ベジータ1匹。さあ、虹放て、いいよ。お！あっつい！さあ、ベジットブルー。え、これ LR 確定もしかして。だとしたらめちゃくちゃ熱くない？さっき LR の海洋圏出たよね。お前かい。これは結構古くない？あー、かわいいね。マルゲリータ。マルカリータ。いやー。いやー、マジかー。こいつって今どれぐらいレジェンズの強いキャラで言うと、それも教えてください。さあ行きまーす。さあ虹いいよ。虹結構熱かったくない？さっきから。なんか LR か、なんか限定か、その辺出てるイメージある。さあ、どこだ？次かな。あれ知らん。特にだったな。特になんともなかったですね。さあ、ここ120連目かな。ベジータヤムチャ18号。いや、ちょっと、しょっぱいなー。マジか。トランクス引けてご飯引けないのちょっと悲しいな。ご飯の方が欲しかったんだけどな。ナッパが連続できたよ。いや、でもちょっと演出が渋かったんで、もうこれは連打ですね。はい。さあ、130連目いきます。トランクスとベジータと、トランクスとベジータって、うわー来たよー。おい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 、LR 確定じゃない？また。あれ普通の、通常ベジット来たよ。これはどうなんだ？ブルーじゃないから LR じゃないのかな？ LR 確定ではないのかな？だけど、いい演出だとは思うんで、地味にね、ベジット僕通常形態が一番好きですね。一瞬だけしか戦わなかったけど、戦ってすらないかな。あれ待って、あれちょっと紫がかった感じがたまらん。え、 LR のロゼ、あ、これもしかしてあれか、最終進化までいったら、あー、これね、これね。いやー、持ってますけど結構古いよね、これも。うん。さあ、140連目かな、おそらく。さあ、ビルス、ヤムチャ、トランクス。これも連打だな。なさそうやな。いや、マジか、未来ご飯めっちゃ欲しいんだけど。出てくれんか。あ、でもさすがにもう特選隊ってあんま強くないのかな。昔はなんかやばいやばい言われてたけど。さあ、150連目。ブーとチャオズか。さあ、もう終わりが近いよ。ちょっともう、これはきつそうだね。いや、マジか。160連目、頼む。18号単体。なんか、クリリン単体が熱いんだっけ？コメントで前言われてたな。さあ、ワン、ツー。いや、ツー止まりか。渋くなってきた。いや、マジか。はい。さあ、残り40連ですね。行きましょう。チャオズとトランクスか。いや、厳しそう。さあ、チャオトラで、チャオトラで誰が出てくる？
いや、マジか。ちょ、マジ奇跡起きてくれ。お、頂点熱い来たよ。マジで頼むぞ。いや、またそっちか。ブルーじゃねえか。いや、マジ頼むよ。あ、こいつあれじゃん。いや、悪ブーだったか。いやー、マジか、悔しいな、これ。まあ、持ってなかったから普通に嬉しいけども。さあ、残り20連ですね。いやー、マジか。未来ご飯惜しかったな。頼む。トランクス単体か。いや、マジです。ちょっときつい。ラスト!200連目。これで終わりだ。頼む !17 号か。ああ、40万号頼む。いや、きつい。終わったわ、これ。まあまあまあ。まあ、トランクス引けただけ、マシでしょう。はい、ということでね、今回、伝説降臨ガシャね、200連回してったんですが、まあ、無事ね、こっちのトランクスはね、引くことできましたね。はい、こんな感じでね、ドッカンの、まあ、結構熱いガシャ聞いたときはね、レジェンズだけじゃなくて、こっちも投稿してくんで、よろしくお願いします。ということで、お疲れ様でした。